電車が遅れてたんですけど、間に合ってよかったですよ。どうして英語なんですか？良さそうだな。流行は日々変わっていく。未来を読むための流行情報だ。お、どうやら1位の流行イメージが変わったようだ。これは考えどころだな。大勢の人の前で大声で喧嘩なんかして。
はい、プロデューサーさんの話、響ちゃんに真面目に聞いてほしかったんです。それにしてもこれじゃ全然ダメですよね。もともとは響ちゃんに悪口を言わないように注意するつもりだったのに、私が響ちゃんの悪口を言っちゃうなんて、しかもこんなに大勢の人の前で大声でバカーなんて。そうですね、気持ち切り替えて頑張ります。響ちゃんに会って謝らなくちゃ。それじゃ着替えてきますね。失敗しないように注意しないと。それじゃあ行ってきます、プロデューサーさん。